はいどうも皆さんこんにちは、ルルです。さあというわけで今日は神奈川だったら某有名なある川に来てるんですけど、あのここの川なんだか見たことありませんか？以前みかんさんとコラボさせていただいた時に来たポイントなんですけど、ここに来てるってことはこういうことなんですよ。おはようございます。調子はどうですか？釣れる気がしないし今日はこの後本気出す。一応ね、9時半でしたっけ確か。8時半から本当に行きたいちょっとポイントがあるんで、そこにちょっと行こうかなっていうふうには思うんですけど、そこでまあクロダイか何かしらをまあ釣りたいなと思ってるんで、まあ、そこら辺を狙いながら今日はヘチ中心かな、まあそんな感じで今日はやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。仕掛けはですね、こちらのカニちゃんですね。こいつをですね、これかな、こんな感じで、これをね、まあ、ヘチのところに落としながらちょっと回っていくっていう釣り方で今日はやっていきたいなと思います。なんか釣れるといいんだけどな。はい、ちょっと何も反応がなかったのでちょっと河口の方ですね移動してきたんですけど、なんかさっきちょっと見てたらですね、サビキかなんかわからないんですけど、この白っぽい何かをちょっと釣ってたっていうか、なんか釣れてたんでサビキの方をちょっと用意してみたんで、何の魚かわからないんですけど、それをちょっと狙ってみたいなと思います。よいしょ。さあこれで反応あってくれ。とりあえず落としてみましょうかね。とりあえず待つ作戦で大丈夫ですかね。お、本当？なんだろう。なんか違和感を感じた。お、来ました。お、抜けた。ああ。抜けた。ああ、惜しい。重いですか？いいですね。いいな。俺も釣りたいな。よっしゃ。よっしゃ。ああ、やりました。あ、食いましたね。思ったのが、はい。あ、臭いね。ちょっと臭いですね。おめでとうございます。ありがとうございます。おお。せっかくだからサイズ測ってみよう。よし、サイズ測ってみようっと。30ちょうどくらいかな。あ、やっぱそこですね。そこでポーチでちょっとだけしゃくるっていうか、たまに。あ、やばいやばい、ちゃんと釣りしてる。お、来た。あー、バレた。お、来ましたね。おお、よいしょ。すごいぬめぬめだね。うわー、ぬめりがすごい。タオル持ってきてないの？いや、まさか釣れると思わなくて。おお、よーし、乗った。誰かい。よーし、えい。30ちょうどくらいのこの城が釣れました。やった。いいね、この城。みんな30センチ台なんだ。お、当たってる。行くぞ。よし、来た。なんだこの川。よっしゃ。あ、でかい。でかい。あ、33かな。32.5 くらいですかね。やりました。試しにここを落としてみたらどうですか。よし。あ、来ました。大丈夫。よし。よっしゃー、なんとか行ってきた。あー、やりましたね。いやー、これで、ね、話しやめる。いやー、おめでとうございます。いや、ありがとう。はい、というわけで何川だっけ、相模川ですよね。
相模川の方のね、まあ、釣りはまあ一旦この辺で終わりにしたいと思います。まさかのこの白がね、合計で5匹1匹リリースしちゃったんですけどね1匹リリースしちゃったんですけど5匹もかかったんでちょっとそこが予想外でしたね。みんな大体30センチくらいのやつで、なんかもうちょっとちっちゃいのもとか、まあ一定10センチくらいのやつしか釣れないのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、今撮影してるのが3月の中間くらいなんですけど、全然普通に釣れますね。はい、まあ皆さんもこの城を狙って釣りしてみても面白いと思います。はい、まあ、そんな感じで相模川はこの辺で終わりにしたいと思います。まあそれではこの城は塩焼きかなんかにしてまた見たいと思います。くせ。Ha ha ha.